お、みんな見えてる？こんばんはしょー。どうも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 、待たせたな、うまいだー。ということでね、皆さん今日は祭りの水着お披露目会に来てくれてありがとうございます。ということでね、ちょっと今アップなんですけども、みんな水着が見たいかい？見たい？めっちゃ近いなめっちゃ近いけど、うん、見たい。あー、しょうがないな。じゃあ見せちゃおうかな。それじゃあこれが祭りの水着姿だ。ドドドン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 、カメラよ。はっはっ、どうどうですか？どうどうかな、どうかな、かわいい、かわいいかな。ちょっと日焼けしてるんだけど、あんま気にしないでということでね、ちょっと見て、あるあるんじゃね、これ。あ、あるのではですか？ある、あるよね、胸ない。なんかそう、みんなからもらったスパチャを本当はこのたわわなお胸に挟みたかったんだけど、なんか挟めないから、さっきパパがね言ってたけど、そのみんなからのスパチャを詰めて巨乳になろうかなって思います。証拠写真をツイッターに後であげるんで、よろしくお願いします。はい、証拠、ちゃんと証拠取るからね。走どれが柱だって、後ろにあるやつだよ。祭りは柱じゃないよ。ということでですね、なんかちょっといろんな、あ、ちょっとまだ見せない、まだ後ろ姿は見せない。水着かわいい、ありがとうございます、ありがとう。小銭なら挟める。本当に重いよ、だって小銭の方が。500円玉とかなっちゃいそうだよ柱の女じゃないよ、ちゃんとあるから。はい、ということでですねということですですね、祭りは別にあの胸だけがいいところじゃないですから、胸だけじゃないですから、女の魅力は胸だけじゃないでしょ。っていうか普通に可愛いでしょ、いいでしょ。なんだよ、水着姿になれば胸がでかくとなると思ってんじゃねえ。確かにあの初めてのホロライブサマーがハートちゃんで、2人目があのみあれアキアキが先かで、ミコミコ、あ、アキアキが先か、アキミコか、あれミコアキかミコミコが先でアキアキだね。で、まあ祭り通信の環境で見えてなかったんですけど、そう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 、まあなんか大きかったよね、大きかった、大きかったけどもいいじゃないのいいじゃないの、胸の圧にも負けない、負けないぞ。ということでですね、早速ではございますがね、ちょっとちょっとコーナーとかもいろいろあるのでやっていこうかなって思います。あ、みんなここのある、ここにあるホロライブサマーでねツイートしてくれたら祭りが後でエゴサしに行くから、みんなよろしくお願いします。祭りちゃんの胸好き？なんかそれは変態みたいじゃあやっていきましょう。はい、レッツレッツゴーゴー。ということで、まあみんなね、海、祭りはまだ入ったことないんですけど、せっかくね海に来たのでめちゃくちゃ泳ぎたい、泳いでみたいと思ってるので、まあでもでもね、その前にみんなストレッチをしないといけないよね。だから祭りはストレッチをしていきたいと思います。泳ぐ前にはしっかりとストレッチ大事だね。みんなも一緒にやるんだよ。はい、いつまでも椅子に座ってないでいつまでもベッドでゴロゴロしてないで、たまには起き上がって祭りと一緒にストレッチしよう。それじゃあまず一つ目のストレッチからいきましょう。一つ目のストレッチは足のストレッチです。横からいくね。まず右足を前に出して、日焼けさ
ありがとう。じゃあ、いくよ。これを前の方に体重をかけていきます。ググ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 グ。これくらい下げれるよね、みんな。ここの筋、伸びてる？大丈夫かな？どうですか？伸びる伸びる。ストップ。どうだ、ここが。きつい？じゃあ反対も行きましょう。このまま体重を落として、グググググ。まつり、マジ無限に下がれるんだけどさ、いける？イエーイ。いいですか？いいね、みんな伸びましたね。うん、疲れた人はね、椅子に座ってください。椅子に座ってください。この辺かな。よいしょっと。そう、椅子に座ってね。たまには休憩も大事ということで、皆さんストレッチできました？かわいい、ありがとう。かわいいでしょ。ということで、もう座っていいの？まあいいよ、みんな。みんな座ってみてて。じゃあ次、前屈いってみよう。よいしょ。前屈はまつりね、こっちは硬いんだよね、結構。いくよ。ちょっと待って、横からいくよ。いきます。ういしょー、ういしょ、いけないよ、いけない。でもね、こっちはいけるの。こっちはほら、ちょっと見ないで。ちょっとやば、足開くの良くなかったかもしれない。やめて。見ないでください。はい、立ちましょう、立ちましょう。見えてない、 見ないで。でも水着だから、パンツじゃないから恥ずかしくないもんってやつだね。でもついさ、日焼けの跡がさあるからさ、ほら見て、このつく水の日焼けの跡。まあ後で見せよう。じゃあ次行きましょう。次のストレッチは背中のストレッチ。こいつ、あ、でもこうやってやってれば、こうやってやってればちょっとなんかそれっぽく見えるからいいかな。ほら。次、あ、できない、次、できない、できちゃった。次、肩のストレッチ。これは有名やよね。背中どっち？おいおい、お前、おい、お前だよ、お前だよ。覚えとけよ、後で。こっちが前でしょ。じゃあ次、肩のストレッチね。まず足を開いて、そのまま落としていきます。そしたら肩をこうぐーっと入れましょう。できるかな、みんな。できるよね。太もものあたりもね、こうぐっと伸びますけども、どう？できました？毎日やってる？すごい、これいいよね。パキって言った。祭りの股関節がパキって言った。エッチすぎる。どこが？どういう目で見てんのか？祭りの健全なストレッチを。最低だな。ということで、次、木のポーズ。ヨガ、ヨガ。これさぁ、命。これ、あれ。命しかできない。命、こっち、あれ、あ、こっちか、あれ、あ、こっちか。命、こっちしかできないや。で、古いとか言わないでよ。ナウイでしょ、ナウイ。かわいいし、ナウイし、最強。じゃ次行きましょう。めっちゃバンバン行ってる。次、ラクダのポーズ。ちょっと見てて。
まず膝をつきまして、足首を持つ感覚で、みんなもこれ一緒にやってみてほしい。いきます。どうですか？どう？みんなもできた？無理なんでよ、やってよ。コブがないねえ、あるよ、ここにあるでしょ。もう一回やるから見てて、コブを探してじゃないな、コブ見てて。前からじゃ見る？どう？あった？コブあった？フラットですねじゃないんだよ。あるだろ、コブ二つ。停止されてないよ、ここに突っ込む。次行きましょうか。次はですね、あ、誕生日配信の時もやったんですけど、ハッピーバースデーの T のポーズですね。じゃあちょっと逆立ちします。あー行くよ、いい、一斉の出で行こう。見てて、待って、いい、せーのーで、で、足をどうどうどう、あ、あ、疲れたった埋まってた？気のせいで、気のせいで、埋まってないよ、埋まってないよ。ということで、次次も次次、あ、ティー、これね、これやりました、これをやってました。じゃあ次次次はハッピーバースデーの A のポーズ。これは座ってですが、みんなね、さっきも言ってくれたけど、ここスキーポイントがあると思うんですよ。祭りもね、祭り的おすすめポイントがあるので、そちらを紹介していきたいと思いますよ。とランキング形式でね。じゃあ皆さん、今からね、1位から5位、あ、逆ですね、5位から1位、ん、まあいいや、1位から5位までランキングを出します。あ、これこれこれ、みんなもね、予想してほしい。まず5位からいこう。みんな、祭りの水着、ここ好きポイントありますか？どうかな？と、5位。お、いいね、いいね。いっぱいある。おへそとか、日焼け、ひまわり。お、いいね、いいね。じゃあ、もう出てますけども、5位の発表いきましょう。第5位、ででんてんてでーん、ひまわり。これはですね、こちらの頭にもついておりますひまわりが、かわいいでしょ、大きいひまわりが2つついてます。祭りの笑顔もひまわりのようにキラキラ輝きます。はあひまわりかわいい、かわいいでしょ。しかもね、足にもあるんだよ、ほら足にもあるの、かわいいでしょ？てってってって。うら、うら。と、足にもあるし、これ。頭にもあるし、かわいいでしょ？でしょでしょ？ひまわりが5位です。じゃあ次。
貧乳助かるじゃないんだよな。次4位いきましょう。4位は何だと思う？ちょっとよく見て、よく見てほしい。このナイスバディをよく見て。どう？わかった？わかりました？おっと、出ないですね。じゃあじゃあちょっと正解いきますかね。正解はこちらです。4位、砂肝。まあ、砂肝ってなーにっていう人もいると思うんですけども、砂肝っていうのは祭りがね、普段着の時につけてる髪飾りがあるんですけど、そこについてるね、猫ちゃんが砂肝っていうんですよね。で、その砂肝の柄が見て、水着についてるの見て、かわいい。どう？フリルが揺れるね。ふわんふわん。あれ？これは胸は揺れてないけど、フリルが揺れてますね。そう、かわいいでしょ、砂肝。こんな感じでいます。下もね、下も見てほしい。下もいるの。ほら、こっちとかほら、オレンジでいたりとか、こっちも白でいたりするんだよ。かわいいでしょ。そうそうそう、かわいいのかわいいでしょ。で、次は第3位。いや、これはちょっと祭りの、これね、分かる人いないと思う。分かったらすごい分かったらすごいけど、でもこれはね、パパはね、知ってる。パパは知ってるよ。祭りのすべてを知り尽くすパパなら分かるけど、ちょっと3位は難しい。なんだろうな、後ろの山関係ないな、水着後ろの山は関係ない。じゃ、ほくろ祭りないんだよね、実は。ほくろないんすよ。そう、じゃちょっと正解いっちゃおっかな。正解はこちら、3位、隙間。はい？って感じ。じゃちょっと見せてあげよう、この隙間を。どうだ、この、あ、ここ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 よ、この、わかる？わかるかな？この隙間、ちょっとした隙間があるんですね。そう、ここなんですよ。で、あと鼠径部にもちょっとこれわかりづらいんだけどあるんだよ。ほらほらほら、あった、ほらあったあります、ここに隙間が。ここがポイントですね。はいこれが3位でございますよ。いいでしょいい隙間だったでしょ。ここからさ、ドリンクをこう、じゃあ最低すぎるじゃあ次いきますか。次、じゃあもうだいぶ上位ですよ。第2位は何でしょうか。第2位、まだ言ってないとこあるよね。まだ言っていないところがありますけども、うん、そうでね、だいぶ5位とかの時、どこが好きって聞いた時にいっぱい言ってくれた。あー、そうそう、いっぱい言ってくれてるね。じゃあ第2位こちらでございます。ドン、日焼け。そう、日焼け跡がまつりちゃんあるんですよ。どう？これね、でもね、スクミズでちょっとはしゃぎすぎて、プール開放がね、学校であってさ、そう、それでちょっと遊びすぎましたね。ちょっとさ、股のとこ見てほしいんだけどさ、もうここにもさやばない？これやばいよな、これちょっと。わかるかな、ちょっとね、サイズが若干スクミズと違うから、跡がでも背中もね、こんな感じで、あ、ちょっと見えないかな、こういう感じなんですよ。背中も日焼けの跡があります。はいそんな感じの日焼け跡がおすすめポイント第2位です。
じゃあこんだけあって第1位は何なんだいっていう話ですよ皆さん。第1位なんだと思う？うん、なんだと思いますか？そう、なんかね、その第1位がね、この後のコーナーにも関係してくるらしいんですよね。なんだろうな、なんだろうな、へそ？あ、まあ確かにね、おへそもね、いいよね、まつりちゃん。おへそもいいかもしんないけど、違うんですよ、鼠径部も、ちょ近いな鼠径部もいいかもしれないけど、ちょっといないですね。じゃあ正解を発表させていただきます。正解はこちら。あ、お尻お尻ですね。こんなお尻実はマッチーさ、ちょっとさ見てほしいんだけどさ、見てここの、ちょっと横になったらわかるんだけど、わかる？この若干割れ目があるお尻です。開き跡もバッチリありますね。はい、見ていいの？え、水着だからいいよ。うん、それで最近ちょっとさポチャポチャしてるから、若干ちょっとお肉が、お尻のお肉があれなんですけども、はい、そんな感じでございます水着かわいい、ありがとう、ありがとう、ありがとうそんな感じ、ありがとうね、みんなねこのランキングどうだった？ちょっと納得のランキングじゃないかなって思う。あとね、みんな脇っていう人も多かったんだけど、まあ脇もね人気なのかな。うん、そんな感じでございまーす。納得？あ、納得してくれた、よかったサンダルは？サンダル、さっきね、ひまわりの時に紹介したんだけど、ひまわりよかろ、よかろ、よかろ、遠いでしょ、このサンダル。ちょっと内股だな、まつり普通に立つとさ、内股になっちゃうからちょっと恥ずかしいね。ということでね、このランキングもちょっとツイートとかしちゃってくださいよ。俺のここ好きポイントもね、みんな知りたい、みんなのここ好きポイントも知りたいので、このライブ様で俺はここが好きっていうのをツイートしてくれると嬉しいです。みんなスーパーチャットとかもありがとうね、ありがとう、ありがとう。ということで次はね、撮影会をしたいと思います。それじゃあ行きましょう、エチエチ水着撮影会、イエイ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 。じゃあちょっとね、水着の撮影会するために、ここじゃちょっと山、海を映したいので、山じゃなくてね、ちょっとあっちの方に行きましょう。じゃあ松井先行ってるから、後でね、バイバイ、行ってるよ、早く来て。イラストとかね、そう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 、まあとあるとあるイラストと、まあ公式のイラストでポーズを撮っていきたいと思いますよ。まず祭りのパパである
水村春樹パパが書いてくださったあの祭りのツイッターのアイコンにもなっているポーズを撮っていこうかなって思います。みんなわかるよね。どっちだ、こうかな、これでこうかな、あ、あー、このちょっとなんか反り具合が欲しいな。こう、あ、いいね。なんか撮られるといろんなポーズしたくなっちゃう。どう撮れる、んーな、かわいい。目線こっちください。はい、どう撮れます、あ、撮れますか、わあわあ、あ、ありがとうございます。ローアングルは禁止なんで、あ、ちょっと、あ、ローアングルの方は、あ、おやめください。すいません、ローアングルは、はい、NG でお願いします。はい。あ、はい、はい、どうですか、可愛く撮れてますか、ん、いいかな。お、ということでね、続いてもう一個やろう。これはすいません、下手かも。こうか、ピース、イエイ、全身も撮って、全身も、イエーイ、うーん、はぁ、イエイイエーイ、かわいい。ありがとうございます。かわいい、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 いただきました。あ、ちょっとなんかさ、なんか他にどう、なんかしてほしいポーズとかあればしますよ。いいですか、なんかあればどんなポーズでも、お祭り Y 字バランスください。はい、ちょっと膝がすごい、どうですか。はい、だっちゅーのどう、荒ぶる鷹のポーズ、はっ。あ、ねえ、これさ、あれ、安心してください、入ってます。見えない、見えなくできた、うん、どう、かわいい、かわいく撮ってくれた、かわいく撮ってくれました、みんなツイートよろしくお願いしますよ。可愛く撮ってよ。変な半目とかやめて。半目とか、瞬きした瞬間とか撮る人たまにおるけど、ポーズなくても可愛い。本当に松井がこうやってやってるだけで可愛い。可愛い。うん、よかった、よかった、可愛い、ありがとう。日焼け最高。後ろ姿も撮るじゃん。どう、どうですか、撮れる、可愛く撮れた、どうかな、あ、ローアングルは禁止です、やめてください、撮りすぎです、撮りすぎです。はい、はい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 、終了終了、ちょっとローアングルは禁止、ダメ。そんなことしてるとね、怒られちゃうよ、まつりちゃんに。はい、ということでですね、どうでした、みんな可愛く撮れたかな、ん、どうかな、どうかな、ということでね、あのツイートは後で見に行くのでよろしくお願いしますよ。うん、好きあらばローアングル、やめろ、ローアングル警察だぞ。来ちゃうからやめてください。いっぱい撮れました、よかったよかった、ありがとうございます。ということで続いてのコーナーいきますか。さっきね、あの第1位で紹介したお尻なんですけども、続いてのコーナーはこちら、尻文字クイズ、イエーイ。ということでですね、
まつりが気に入っている水着のポイント第1位はお尻と言いましたよね。そんなまつりのスーパー魅力的なセクシーなお尻をふんだんに楽しめる企画をご用意いたしました。それが尻文字クイズ。今からまつりが尻文字をするからなんて書いたかみんなで当ててください。書き終わってから30秒以内に答えがコメントに書き込まれなかった場合、ちょっぴり恥ずかしいセリフをまつりは言わないといけません。ということでみんな頑張っていこうね。じゃあいくよ。第1問、一文字目書きます。よいしょよいしょ、えい、二文字目、三文字目、どうかな？どうかなみんな、答えれた？どうかな？お、正解！正解はこちら、祭り、祭りでした。ででん、祭り。すごいじゃん、みんなわかるじゃん、すごいすごいね、みんな指でなぞったのかな、ありがとうじゃあ次行きますか。みんなさ、すごい、なんか祭り全然答えられないかと思ってたんだけどね、みんな答えられるんだ、そんなわかるもんなんだね。お尻しか見えない、ちゃんと集中して、クイズに集中してよ。祭り恥ずかしいセリフ言うことになっちゃうんだよ。じゃあ第2問いきますか。じゃあちょっとお尻の方に行きまして、集中して、今度も集中してよ。それじゃあ第2問いきましょう。第2問は一文字目いきます。よいしょよいしょ、ふん、ふん、二文字目、よいしょ、どう？三文字目、どう？あ、お、みんなどうかな？四文字目、お、お、もう早い早い早い。じゃあちょっと途中なんで。正解は出たんですけどもね、書きます。4文字目が書いたで、最後かよいしょ、うん、ぴょんぴょんということで、正解が出ましたね。正解はこちらです。どん、ホロライブ、すごい、みんなすごいじゃん、ホロライブじゃん、正解できたじゃん。ということでね、まあ、ここからちょっと難しくなるみたいです。頑張るぞじゃあちょっとこれ正解しないと恥ずかしいセリフ言わされるからさ、みんな頑張ってということで第3問に参りましょう。いくよ、ふんふん、二文字目、どう？4文字目5文字目、どう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 ？6文字目、難しかったね。うん、
ゃあ次、これは、あ、じゃあ次じゃない、正解発表、これこれです、エビフライオンでした。すごいね。じゃあ次、次が5問、あ、じゃあ5問目、あれ違う、4問目、あれ何問、あ、次4問目、4問目いきます。これは一文字、一文字です。あれそうだよね、よいしょ、あ、こっちか、いくよ、いくよ、あ、待って、書き順がわからん。はい、書けた、書き順がわかんない。どう、多分ね、こういう、こういう書き順なんだけど、どうですか、30秒経っちゃうよ、近くで書いてあげる、じゃあど、どねえ、ねえ、わかんない、あー、もう、一文字だよ、なんで答えられないのさ。ということで正解はこちらです。マス、もう、なんでマスわかんないんだよ。マスを書きました、まつりは。あー、わかってくれると思ったんだけどな。そう、マスを書いた。じゃあ、罰ゲームですか。あー、罰ゲームだって、やりますか。だって隠す気なくない F さんリクエスト、近所に住む幼馴染のお兄さんキツネの自室からちょっとえな本を見つけちゃった時のまつりちゃん。なるほどね、わかりましたよ。じゃあちょっと急振り勝手にして始めます。じゃあそんなまつりの近所に住む幼馴染のお兄さんキツネの自室からちょっとえな本を見つけちゃった時のまつりちゃんまで3、2、1。おお、お、え、これはちょっとエッチな本、しかも女子高生ものときた。ああ、まつり女子高生だし、そういうことなの。お兄ちゃん、これってお兄ちゃんの本だよねえ、女子高生が好きなの。まつり女子高生だからな、しょうがないな、秘密にしてほしくば、まつりの言うこと何でも聞いてもらおう。何がいいかな、考えとくから覚悟しておきなよはい、以上どうだった、どうだった、まつりはこんな感じの反応をします。恥ずかしがってないやん。まあ女子高生ものだったからね、許した。これでなんかお姉さんおっきい系だったらちょっとあれかもしれん。じゃあ次いきましょう。続いては今度こそ当ててよみんな。それじゃあいくよ、お尻の方へ、お尻の方へってよく書かないけど、いきます。これもさっきと同じ一文字どう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 ですか。あ、どうかな、どうかな、わかる、どう、わかった、みんな30秒経っちゃうよ。あれ、あれ、どうかな、そう、おー、まー、マジンコマジマジマジですか。ということで正解はこちら、祭りでした。わっしょーい祭りだよ、祭り
からどうかなって思ったんだけどさ、ね、すごいね。じゃあじゃあどんどん行きましょう。次次行っちゃいましょう。はあ、次これちょっと難しいかも。みんな行くよ。今度も一文字だけどちょっと時間かかるから見てて。てて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 て。あ、じゃあその間みんなのコメントを読みながらやるからちょっと頑張って答えてね。うん、ちょっとまだまだちょっと時間かかるよ。うん。あー、なるほどね。なにこれ、これ今尻文字中だよ。長くない？まあちょっと長めなのかもしれないけどもね。まあフラフープしてる人じゃない。ジェスチャーゲームしてないよ。ジェスチャーゲームしてない。頑張って書いてるんです、まつりちゃんも。まつりちゃんもね。あ、もうちょっとかで書き終わるから待ってて。みんな、あれ何かかんの。ちょっといっぱいかな。水着かわいい、日焼け助かる、ありがとう。ありがとね。帰ったらみんなのスーパーチャット読みます。だからなんかちょっとエッチなことをスーパーチャットで言ってると、まつりが読むから。あ、書けた。どうぞ当ててください。あー、書けた書けた。仕事したな、まつり。どうだったみんな。あれ、セリフどうぞ。いや、まだ時間あるから諦めないでくれよ。諦めないで、諦めないで諦めないでくださいよ。ねえ、時間切れになっちゃったじゃん。あー、なんかね、時間切れしてからね、5秒後に正解者がいたらしい。もっと早く答えてよ、バカ。バカとか言っちゃった、ごめんね、ごめん。ということで、正解を発表します。正解はこちら、ファイト、ファイトでした。でも、すごくない？5秒ちょっと間に合わなかったけど、そう、正解者がいたらしいです。ありがとう。なんか、惜しかったから、まつりちゃん罰ゲーム2回やってって言われたんだけど、意味がわからないんですけど、それは。え、はい、あ、え、わかりました。ちょっと待って。ということで、罰ゲームいきましょうか。こちらです。 S さんからのリクエスト。海でデート中にこっそりかき氷を買ってきて驚かせようとしたところ、2つとも相手にぶちまけて必死に謝って許してもらおうとするまつりちゃん。なるほどね、優しさがね。じゃあちょっとやるわ。じゃあ行きます。海でデート中にこっそりかき氷を買ってきて驚かせようとしたところ、2つとも相手にぶちまけてしまって必死に謝って許してもらおうとするまつりちゃんまで。3、2、1、9。あー、お待たせ。ごめん大丈夫？あー、冷たいよね。ごめんね、ごめん。どうしよう。ごめんね、ごめん。何でもするから許して。ごめんね、ごめん。寒い？ほら、おいで。温まればいい、大丈夫だからね。ごめんね。もう一個新しいの買ってくるからさ、ごめんなさい。はい、どうでしょうか。どうですか。泣いてないよ。
弱み握った。で今のはさ、かき氷こぼしちゃったのはさ、祭りが悪いからごめんなさいだよね。許した。あ、よかったよかったよかったでございます。うん、じゃあ続いての罰ゲーム、謎だけど、謎だけどもう一個罰ゲームをやることになっている。ということで次はなんかシチュエーションじゃなくてセリフらしいですね。じゃあ次、最後のリクエストはこちらでございます。H さんからのセリフリクエスト。なるほどね。こいつやば。じゃあ行くよ。行くわ行くわ。ちょっとやります。3、2、1。あっ、 Oh my god、 痛いわね。もう骨が折れちゃって、祭り歩けない。ドリン、はっつけて。ダーリン大好き、ぶっちゅー。あいつ絶対許さねえ。あいつ絶対許さねえからな、マジで覚えとけよ。ということで以上ですね。以上で尻餅クイズは終了でございます。絶対後で H っていうやつ5回くらい殴っとこう。はい、ということで、いやーちょっとめっちゃ早いね、時の流れを感じるね。え、っていうかさ、ちょっと忘れてたんだけどさ、ちょっと待って待ってて、ちょっと待って確認してくるわ。オッケー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 。なんかさ、撮影会の時にさできなかったっていうか、まあ、それが完全に忘れてたんだけどさ、なんかいい感じにできるらしいんで、ドーンってドーンってできるらしいんで、けど祭りさ、最後にさみんな撮影してほしいんだけどさ、いい？じゃあ行くよ。松井がワッショーって言ったら多分つくから。行くよ。せーの、ワッショーイだー。うわー、すごい綺麗。あー、今年初めて見たよ花火。君と見れてよかったぜよ。あ、ちょっと撮って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 花火と祭り。どうどうどう。はいはい。しまうんですけども、いや早くない？なんかね毎回思う。1時間、時の流れめっちゃ早い。でもねすごい楽しかったですよ。ありがとうございます。みんなからのね、胸にスーパーチャットは挟めなかったけど、ちょっとなんか気持ち大きくなった気がする。みんなのコメントやらいろんなものが多分胸に詰まった愛情とか、ありがとう。ということでですね、最後に告知をさせていただきたいなと思います。それじゃあまず1つ目、告知その1、どどん、祭りのメッセージ&サイン入りポストカード付きボイスセットが8月6日24時までに販売が伸びました。ありがとうございます。誕生日スペシャルボイスもついてくるのでね、買えなかった、ちょっと忘れてたぜっていう人は今がチャンスでございます。概要欄の方にねURL が貼ってあるので、そちらから飛んで購入してくれたら嬉しいなって思います。頑張ってメッセージ書くからね、よろしくお願いしますよ。今日の24時までだからあと3時間くらいしかない。急げ急げ急げ。うん、買った、もう買った、聞いた、本当に、おい7つ目買っちゃおっかな。やばい、7つ目買っちゃおっかなわ。そっか、ちょっとそれは報告してくれたらね、ちょっと忘れビビるから。それじゃあそれじゃあ
続いて参りましょう。告知その2。はい、個人ボイスと同じタイミングで販売された T シャツが現在も販売中でございます。ちょっとライブ T シャツっぽくしましたので、かっこいいからね、結構ねもうね着てくれたりとか、あと実際になんかバンドやってる人で、俺ライブに出演するときに着るぜって言って着てくれた人とかねいたの。本当にねありがとうございます。よかったらねみんな来た時に写真送ってくれたら嬉しいなって思います。あ、夏コミに来てく、ありがとね。夏コミ水分補給ちゃんとするんじゃぞ。じゃあ続いていきましょうか。続いて告知その3。8月11日22時からスタート 3D で24時間生放送でございます。これはねちょっと内容をちょっと考えておるんだけど、いろいろまあなんかそうだね、怖いやつをやったりとかね、音楽に乗ったりとかね、まあ24時間マジで超頑張るから 3D だから、あ、そう水着もお披露目したから、あ、なんかあ、どうかな、それはあ、どうですかね、はい水着もあ、どう、あ、ボル1だったけど今回に来るかな、どうかなという感じでございます。いや、その日にね、実はでもまた24時間配信やってる時にコミケがあるんですよね。コミケがみんなもう行くよっていう人もさっきいたけど、コミケね行く人みんな気をつけてくださいね。こちらですね、はい、ホロライブサマー、企業ブースは青みなので、企業ブースは青みって覚えてください。はい、でグッズもね販売するんですよ祭りたち、こちらですね。いやいいね、いろいろあるよ。なんかファンブックみんな絶対必須で買ってほしいんですけど、あとタペストリーとかビッグタオルは結構使えるよ。で缶バッジね、これは欲しいよ。あ、なんか16種買うとねかぶりなしで、あ、違う、な、間違えたフルセットね、フルセットを買いますとこちら16種全部かぶりなしでもらえる買えるらしいので、よかったらどうですか。そしてタペストリーセットとかもありますね。タペストリー3つとあとファンブックとかビッグタオルとかがついてくる。いや、缶バッジはこれは良くない？板場作りたくない？ということでね、お楽しみにしていてください。で、さっきの話に戻るんだけど、24時間配信の1時間半前か、20時半からかなに、あの、りきちゃんとさ、話してたさ、地獄のくっさいチーズを食べる配信もね、あるので、よかったら見てください。それもよろしくお願いいたします。そして、はい、告知その4!明日8月7日水曜日の20時からおさなずちゃんのチャンネルで配信されるどされるどって言っちゃうされるワールド制限スニッパーズに出演いたします。ワード、あ、ワールドって言った祭り今、ワード制限ワールドは世界だけど、ワードね、ワード制限スニッパーズに出ますのでよろしくお願いいたします。めっちゃ楽しみ、まずスニッパーズやってみたかったんだよね、すっごい楽しみにしていますので、みんな絶対見に来いよなそしてですね、告知最後ですね、告知その5、ダダーン、残りのホロライブ3期生の初配信日が決定しました、イエイ。なんと明日知らぬいフレアちゃんの配信が19時からありますので、皆さん絶対見てね、応援よろしくお願いします。いや、フレアちゃん良くない？てかみんなでかい祭りは思った、3期生が出ます、デビューしますという時に、いや3期生でかって思ったんだけどね。はい、ということで、すでに3人のツイッターとか活動、ツイッターでの活動をしてたりとか、あとYouTube のチャンネルの方もありますので、ぜひぜひ Twitter のフォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。うん。
そしてね、8月の8日、あさっての21時からはね、ノエルちゃんが配信をするので、そちらもぜひぜひ見てください。そして、8月11日、祭りがね、チーズを食べ終わった後、そして24時間配信の1時間前から、マリンガ、マリンカだっけ、ちょっと呼び捨てしちゃった。マリンカ、マリンちゃんがね、初配信がありますので、ぜひぜひ見てください。マリンカとはね、実はね、さっきこの配信が始まる前にも、ちょっとだけ通話したんだよね。そうそう。で、祭り自撮りを送ったの、祭り。この水着の、水着の自撮りをね、マリンカに送ったの。そう。あとでね、ツイッターにもね、あげようと思うので、よかったらね、自撮り見てください、祭りの。海で撮ったからさ、このビーチで撮ったから。よろしくお願いします。ということで、今日の配信はそろそろ終わっちゃうかな。チッパイ成長用貯金。ちょっと大きくなった気がするな。今ちょっと貯金したから大きくなった気がするな。まあ、でも可愛かったでしょ。可愛かったでしょ。水着は可愛かった。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ということで、本日は皆さんありがとうございました。証拠、おっぱい大きくなった証拠を絶対ツイッターにあげるんで、よかったら見てください。最後にちょっと背中も見せつつ終わりたいと、ちょっとパシャっていった終わりたいと思います。あ、お尻、背中ね。はい、ということで、みんなどっちが、どっちの方が好きか。お、花火が上がってる、すごい綺麗。ということで、花火とともにお別れしましょう。みんなありがとね、今日も見てくれて。これでしばらくは困らないね。ということで、みんな最後はいつものあの言葉で終わりましょう。いきますよ、せーの、お祭りわーしょーい。バイバーイ、バイ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 バーイ、ありがとう、バイバーイ。今日もありがとうございます。夏はまだまだ始まったばかりだから、祭りと一緒に夏の思い出をたくさん作っていこうね。本当にありがとう、大好きだぞー。じゃあね、バイバーイ。